僕、正直、本当に野球をずっと続けられるとは思ってなかったので、例えば大学ってなった時に、野球で行ける保証はないじゃないですか。ってなったら、ある程度勉強もできないとなっていうのは、多少思ってたので。実際じゃあこの大学は 大学ですか。なんでここを選んだのいや、ってなるやん。そう、なんか全然だから理由がおかしいんですよ。そう、おかしいで。聞いていいですか。いや、聞いていいですか。俺が聞いてんねん。言っていいですか。言って。違うんですよ。僕これね、地元の大学に本当は行くつもりだったんですよ。いわゆる愛知の中京大学っていう。中京、はいはいはい。中京にセレクションで落とされたんです。中京で落ちて、じゃあなんでそこからアジアっていう話が出てきたんですか。いや、だからそのいわゆるセレクションで落とされたタイミングが結構遅くて、もう他の普通の大学って、推薦とかで入ることって早いじゃないですか。ってなった時、もう野球で行けるところがほぼなかったんですよ。で、僕はもう諦めて、もう勉強で入ろう、それがまあ一浪してもいいかなぐらいの感じで覚悟を決めてた時に、高校の監督さんが「いや、それはさすがにお前の野球がダメになっても困る」っていうので、何校か声掛けしてくれたんだ。してくれたんですよ。で、そのうちの1校がアジアだったんですね。正直アジア大学、東都大学、リーグ、そういうの知らなくて、知らないんですよ。噂は入ってきてなかったですか。もう全然入ってなくて。なるほど。なるほど。で、入ってびっくりするって感じだよね。これ聞いてくださいよ。そのね、練習に一回参加してくださいって言われたんですよ。で、練習行ったんですよ。したらすっごい元気があってね。で、なんか楽しそうに僕を歓迎してくれてるわけですよ。いいチームだからぜひ来てなーみたいな感じで、先輩優しいわけですよ。みんな坊主じゃなかったですか、その時。いや、もう坊主ですね。ですよね、そうですよね、坊主の。そうなんだ。大学生のお兄さんたちが。だけど、なんかすごい強いって聞いたんだけど、なんかすごい楽しそう。楽しそうにやってるなっていうので。いや、まあ、でも行くとこないし、まあ、しゃあないかぐらいの感じで、入ったのが地獄の始まりでした。ちなみにアジア大学時代のことを思い出すと、どんな気分になりますか。手が震え出す。おっと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 、大丈夫かな、大丈夫かな。まあ、そういうレベルかもしれないですね。でも当時はやっぱり上下関係も厳しかった。厳しかったですね。もう厳しいのは間違いなかったですし、まあ練習がね、とにかくまず厳しかったので。厳しくて長い。長いっていうのは何時ぐらいまで。まあ8時から夜の8時ぐらいまでですね。12時間。12時間すげえな。間に、まあ、食事とか、まあ、食事も30分ぐらいしか休憩はないので。ひたすら打ってとか。12時間、11時間半何をやるんですか。まず午前中はずっと、まずは体力トレーニングですね。毎日ですよ。まずだって最初のメニューが 1500m のタイムトライアルからですから、ね、いきなり。いきなりウォーミングアップがね。ウォーミングアップが、はい、おまず 1500m のタイムトライアル10本だから、いわゆる15キロですよね。10本 ?10 本です。それをタイム走なんで、 A から E ぐらいまで分かれるんですよ、チームがね。部員100人以上ですから。で、分かれて走るんですけど、一人でも入れない人がいたら本数に換算されないので。いや、それは早い遅いあるやん、絶対。はい、そこはタイムしたらダメだよね。だから一応タイムも、なんていうんですか、緩めっちゃ緩めなんですよ。なんですけど、例えば僕1年生で入りました。はい、最初の 3,4 本は全然楽勝で入れるんですけど、はい、だんだん入れなくなってくるんですよ。押すと先輩がね、一人でも入れないと一歩に換算されないから、ベルト引っ張って引きずって、後ろから押したりね、してくれるわけですよ。してくれるんです。してくれるんです。させられるんじゃないよ。先輩に助けられて引きずられてゴールするみたいな。あったね。高校の時でもあるよね、タイム走で先輩押してあげるとかさ、足速いやつが後ろから入るように。それはほら、なんかこう爽やかな青春の美しいシーンじゃないですか。美しいよ、青春。青春です。青春。引きずってくれる。両サイドでベルトを持ってこう後ろ。ちょっと待って、でもいきなり10本っておかしいよ。で、午前中そんな。いや、まだそんなんで終わらないです。それが終わりました。で、その後やりがいっていうメニューがあるんですけど、やりがいがあるからやりがいなんでしょうけど。やりがいって何ですか。どんなメニュー。どんなメニュー教えてください。うちグラウンド隣に 400m トラックがあるんですよ、陸上競技場が。そこで使って、まあ、例えばじゃあ上原さんと僕じゃちょっと体型が合わないので、上原さんはだから同じような身長が、で、僕も同じような体型の人と2人組になって、おんぶして 400m トラックにして肩車してとかで交代するんですよね。それがね、20種目ぐらいあるんですよ。運動会とかでありそうな感じなんですよ。手押し。
そういう、こう共同作業を馬跳びとか、馬跳びとか、まあ、パートナー基本一緒、まあ、大体そうですね、同じような体型、うん、そこはちゃんとあの、うん、1年生がとんでもないでかい人と組むとかそういうことはないないですないです、うん、そこはちゃんと配慮が、はい、ちゃんと配慮が、うん、でそれを20種目ぐらいやるんで、最後は全員で一列になって、あのムカデベルト持って尊虚の体勢で H2H2 って、あ、こういうやつだから、当時ドローンがあったらすごい光景だと思いますあのずーっとみんな100人ぐらいが一列になって H2H2 ってトラック400トラックを一周してるわけですよ。見たい。え、はい、それで午前終わるんですか。もうちょっとあるんですよ時間が、はい、そしたら次内野手打野手関係なく全員が野手はボール回しはいはい、キャッチボールして、キャッチボールしてボール回し、ボール回しをずっと永遠とぐる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 、何回、いや何回とか決まってないです、時間です。アジアのグラウンドって俺分からへんな、行ったことないな。まだね、この場所がねやばいんですよ。でもほら田舎っていうか、今はイオンモールもあるし、そう、ね、今はね、日の出のね、日の出、そう、昔は西多摩郡日の出町っていうところだったんですよ、うんうん、今あきる野市っていう市に変わって、うんうん、で僕らの時って近くにあるのが病院しかなかったんですよ。ほうで何もないから、うん、日の出病院でしたっけ、なんかね、ありますよね、なんかありますよね、ちょっと怖い病院が、うん、で僕らの声がめちゃくちゃ通るんですね、何もないから、あ、地域に、ね、地域に、うん、だからこれ嘘か本当か知らないですけど、山越えたところにあの東海大菅生高校ってあるんですよ、はいはいはい、僕らの声が聞こえるらしいんですよ練習の山の山を越えて、越えて練習の、本当に、で素顔の子たちは絶対にアジアに行きたくないっていうって当時言われてたらしいんですよ、うんうん、それぐらい僕らの練習の声が聞こえてるらしくて、でなんか午前の練習を聞いただけで、うん、もうこんなにまだ午前やからね、そう、え、午後も聞きます、午後まだ行ってないから、ね、午後も聞きます、午後はもうあれでしょ、午後はもう技術でしょ、まあ、技術で、うん、そうですね、なんか変わったその やりがい的な、なんか変わった名前のメニューとかないんですか。ショットガンバッティングとかね、いろいろありましたけど、あの室内練習場で200球入ったボール箱を5箱、だから1000球ですね、1000球連続打ちみたいな、1000球連続打ちだから200球の5箱を連続でマシンでこうやって打つんですけど、もう握力なくなってくるんで、最後ね、最後もうバットが離れちゃうわけですよ、うん、あのもう最初から手をぐるぐる巻きにして手が離れないようにした状態で打つっていうね、なんかそんな本当巨人の星とかでやりそうな練習をリアルでやるんですね。はい、やってましたね。もう無理だよってならないですか。え、そんな言ったらダメでしょ。アジアですよ。そういうのは言わないんです、うん。そんな言ったらダメでしょ。言えない。言えない。はい、言えないじゃん。言わない。言わない。はい、言わない。そりゃそうですよ。大大とは違いますよ。もうこれやったら打てるようになるって勝手に思ってましたから。わあ、はい。ガムテープって剥がすときめっちゃ痛くないですか。痛いです。ね。もうそういう問題じゃないです。してないと中で手が動き始めるんで、豆がこう潰れたりするんですけど、ガチガチに固めてると手がもう全く動かないんで、うん、あ、まあ豆できない、豆できないですよ。おお、これ一つ、なるほど、おおじゃない、おおじゃない、おおじゃない、今の反応なんかおかしかった、おおじゃない、これやった方がいいなと思って。豆って結構できるやん。いや、まあそうですけど、できたらめっちゃ痛いね、あれって。そう、治るまでにちょっとずっと ね時間かかりますし、うん、痛いまんまなんで。でも絶対がそれぐらいガムテープぐるぐるに巻いたらめっちゃ痛いそうですね。豆よりここを剥がすのが痛いかもしれないですね。毎日、いや毎日じゃないです、それはメニューとしてあって、あ、何回か、はい。でも僕一番嫌だったのは、もう一応僕1年の春から試合には出させてもらってたんですけど、はいはいはい、関係ないんですね、1年に春っていうのはレギュラーとかじゃなくて、うん、だからあのバッティングの時にバッティングキャッチャーとかを普通にやるんですよ、はい、まあ、これ多分それも1年生の仕事として、仕事としてやらなきゃいけないんですよね。で僕実はちょっと そこから理由があって、ちょっと僕一瞬投げられなくなった時期があったんですよ。イップスになりかけた時期が、あら、その理由がこう受けてて返すじゃないですか、うん、はい、あのピッチャーのところに L 字のコーネットってあるんですよ。で、まあ、3年生の先輩が投げられてたんですけど、そこの L 字の角に当たって先輩の顔面にバーン当たって、こういうクッションだ、はい、はい、で血だらけになってんのに先輩何も言わずそのままずっと投げ続けるわけですほんで、はい、で僕はもうやばいってなって、すいませんってなってて、ずっと投げ続けるからこっちも怖いわけですよ、うん、だんだんなんか手がおかしくなってきてで、まあ、変な球が行き始めたんですけど、うん、何もなかったからに取るわけですよ、こうやって。で血だらけなのにずっと投げ続けるもうその圧で僕はちょっと本当投げられなくなってしまって、すごい、アジアはすごい、やっぱなんで拍手やねん。いや、なんかすごい、なんか本当にいや大学でそれってやっぱすごいね。高校ならなんとなくわかるけど、うん、
大学でっていうのかな、やっぱり PL と明徳がやっぱり高校時代ってすごいって言われてたんですよ、うん、ただアジアに来て明徳の子たちが辞めるっていうね、耐えられなくて、でも俺らの時代もそうやんか、アジア出てたらどこ行っても通用するっていうね、僕だから仕事場もそうなんですよ、だから僕一度もアジア卒業してから、まあ、プロもそうですし社会人も行ってるんですけど、うん、一回も練習で厳しいとか辛いとか、うん、しんどいなって思ったことないんですよ、こんなんでいいのかなとか、はい、今じゃアジアナンバーワンだ、もうダントツですね、ダントツ、練習量もすごかったです、練習の厳しさとかそのなんかやっぱり規律のしっかりしてる感じがよく伝わりました、はい、でもやっぱり、うん、こう PL みたいな、うん、あのほら寮のもう何回聞いても面白いお話とか、はいはいはい、やっぱそれアジアバージョン聞きたいわけですよ、アジアって誰かゲスト読んだことあったっけ、井端さんだけじゃないですか、でもその話してないでしょ、アジアの話聞いてないです、なんかあったそういうの、調味料使ったらあかんとか、いやいや、根本的にまず僕らは、各学年一人ずつなんですよ、部屋が、部屋割りが、はいはい、1、2、3、4年生で一部屋、一部屋なんですよ、うんうん、で僕実は1年生で入った時1個上の2年生が井端さんだったんです、はい、部屋、おお、はいはい、で3年生が上原さん覚えてるか分かんないですけど、へさかさんっていう話に、うん、はい、へさかさんが3年生、はい、うちのアジアのエースだったんですけど、はい、で4年生が学生コーチの人、だからどちらかといったらすごい部屋だったんですよ、すごい部屋に入れられて、だから僕正直すごい部屋でもう主力じゃないですか、みんな、だからあんまりいろいろ言われることはなかったんですけど、いろいろ言ったりなんかしてくるのってなんかレギュラーじゃない人が多いよね、うん、当時の井端さんってどんな感じだったんですか、ほぼ喋らない、あ、そうなんだ、はい、僕正直井端さんと同じ部屋の時にほとんど喋ったことないですね、毎日の挨拶とか、いや、まあ挨拶とかもちろんするんですけど、うん、何か会話して覚えてるかっつったら上級生になってからですね、それは下級生の時はほとんど喋ったことなくて、でもやっぱり1年生の春からバリバリにレギュラーで出てた人なんで、でプレー見てもすごいわけですよ、だからなんか喋りかけられない雰囲気が、普通3年生4年生にはそういう雰囲気がある人がいるんですけど、井端さん2年生なのにもうそういう雰囲気を醸し出してたというか、一つ上なの、はい、あ、こういう人はプロ行くんだろうななんて思いながら見てたんですけど、ほとんど喋ったことはないですね、なんかその部屋の独特のルールとかなんかなかったんですか、いや、まず1年生はとりあえず入り口が、僕ら寮がまだ古かったんで、うん、入り口がこうガガガガってこう、ね、開けるドアで開けるじゃないですか、で、はい、冷蔵庫があるんですけど、はい、冷蔵庫の前に必ず座ってなきゃいけないんですよ、はい、なんでですか、体育座りしてすぐ動けるようにです、はい、取ってって言われて、あった、ってっていう冷蔵庫、あ、なんか水みたいな、あ、そうですそうです、へえー、で、まあ、大体、まあ、上座と下座ってあって、はい、まあ、井端さんもどっちかっていうと下座の方にいるわけですよ、下級生だから、はいはい、で上座に2人いて、うん、でも2人が何か言うタイミングをもう見計らって僕はすぐ動けるようにみたいなね、え、なんかこう冷蔵庫の前でずっとこう、あ、体育座りです、ずっと、あ、こうやって待機してるわけですよね、はいはい、部屋ずっとこれのスタイルです、ずっと体育座りです、ずっとこれ、はい、全然リラックスできないじゃないですか、お尻痛いしずっと、ね、何時から何時ぐらいまで、練習が大体、まあ、8時ぐらいに終わるんですけど、8時から9時までに1時間だけこれ猶予があるんですけど、猶予というか外出していい時間なんですよ、はいはい、でこの時間の間に先輩の買い物に行かなきゃいけないんですね、アイス買ってきてくれとか、はいはいはい、パン買ってきてくれとか、うん、まあ、そういう、でそれを聞かなきゃいけないです、必ず、でも結構周り何もない、だからチャリンコでこうブワーって隣の駅まで行ったりとか、大変、はい、ウーバーあったらよかったら ね、 本当ね、本当そうなんですよ、ね、だからね、一番これ、うん、今言っちゃいますけど、一番腹立ったことがあって、うん、絶対無理じゃんそんなのっていうことが、時間内には無理だと、何を頼まれたんですか、なんか急にモスバーガーを食べたいって言われ、うちの部屋の先輩じゃなくて違う部屋の先輩が、多分僕のこと好きじゃなかったと思うんですけど、急に来てね、お前部屋にいるってことは今日買い物頼まれてないんだって言われて、じゃあ悪いんだけどさ、俺モスバーガー食べたいからモスバーガー買ってきてくれって言われて、いや、モスバーガーって2つ駅先行かないとないんだけどと思いながら、いや、あのエリアの2駅先は結構な距離ですよ、だって時間的にも間に合うかなみたいな感じなわけですよ、で買いに行きました、はい、帰ってきました、よかった間に合ったって思って持っていくじゃないですか、なんでこんな冷えてんだよって、冷えてんの決まってんじゃんと思って遠いのからな、遠いのから、どうやってあったかいまま持って帰ってくんねんと思いながら、
あ、すごい、今マイク入ってないからそうそうもう言っちゃえな、もう言っちゃえな、あれはちょっと理不尽だなって思って、それ、それ なんかもう何も言わずでも渡したんですか、渡しませんって、いやだから買ってきなさい言って、うん、でパッて開けたら、なんでこんな冷えてんだよって言うから、うん、いやそれは無理だぞと思いながら、お前今そういう顔しただろうみたいなね、ああ顔表情出しただろうと、いやいや、また僕バカだから電子レンジ温めてきましょうかって言ったんですよ、うん、そういうこと言ってんじゃねえんだよって言われていやいや、じゃあ何なんだよって話で、いやだから多分まあ、うん、あったかいままな持ってこれるわけないのに、うん、まあちょっとだから嫌、まあ、いやがらせだよね、いやいやな、陰湿、男の世界でもそういうのあるんですね、いや大体そんなもんじゃないの、ああそういうもんなんですね、うん、あの嫌いな人に対して上が下に、ああまあまあ、まあ、まあだからまあ僕もね1年の時からこうベンチ入ってしまってて、うん、でそのまあベンチ入ったきっかけもまた問題があったんです、これ実はちょっといいですか、また話して、どうぞどうぞ、僕さっき言ったようにアジアに後から入ってるんですよ、はい、ある意味、うんうんうん、だからもう最初にもう推薦とかで決まってた子たちはもう1月から入寮してたんです、みんな年明けの、うん、で卒業式の時は戻るみたいな、それまでもう練習してたんです、してたんですよ、うん、もうその辛いアジアの苦しい練習を1月から3月までしてるわけですよ、2ヶ月間大変だ、僕は卒業式終わった日に来たんです、うん、だから3月に来てるんですよ、はい、で来ました、のこのこと来ました、うん、で先輩たち優しいんだろうなと思って来てますあのキラキラのそうキラキラの笑顔と青々とした頭が、うん、したらもうまずいきなり同級生が一言も喋ってくれないんですよ、今頃来やがってっていうのもあったんですよ、もうみんな2ヶ月間苦しい練習やってんのに、うんうん、何お前今頃来てんのみたいな、みんな結構ボロボロな感じでした、もうなんか死にそうな感じなんですよ多分辛い練習してんだろうなと思いながら、はいはいはい、で翌日の練習の時に、まあ、挨拶させられて、うん、でその日がたまたま雨だったんですよ、で室内練習場でなんか盗塁練習があって、うん、はい、まあ早いじゃないですか、うん、目立つじゃないですか、うん、まさかの翌日のオープン戦にベンチ入りだったんです、うわーすごい、おすごいやん、でもいやすごいじゃないですかだけど僕的にもえマジでってちょっと嬉しかったんですけど、うんうん、まあそれがドツボの始まりでしたね僕のね、まあでもドツボっていうかそれも実力のない世界やから ねってなるやん、思うじゃないですか、思うよ、だけど、まあ、監督も多分それを見てくれて入れたんだと思うんですけど、はい、まあこいつ何なんだっていう、いやまあまあそうなんか、ね、みんな先輩からもそうだし、はい、同級生からしたらなんだお前みたいな、来ていきなりそんなみたいなね、で翌日、まあ、オープン戦でした、はい、ダイソーで出ました、行きました、はい、よし牽制タッチアウトです、あで、その日の夜に上級生に呼ばれて、うん、で外してもらってこいって言われて、お前みんなに申し訳ないと思わないのか、まあ、まだ来て2日やぞ、うん、でまあまあその日はもうとりあえずそんな言われて行かなかったんですね、で次の日また同じようにダイソーで行って、うん、もう今日は決めなきゃって思うじゃないですか、はい、盗塁アウトですえでその日の夜は、うん、夜はもう、その前の日よりも厳しめに、うん、はい、言われまして、監督の家の前まで連れて行かれまして、うん、え、はい、今から言ってこいと、でもさすがに僕 もうこれはちょっと危機的状況だなと思ってもうこれで戻れないな寮と思いながら、うん、で、まあ、監督の家行って監督が出てきて、うん、監督すいませんと、外してくださいって言ったら、うん、もうええんかと、もうこれ外したらお前ないぞってこの先って言われて、おそっちも厳しい、なんか挟まれてるね、挟まれてるね、でこれどうしたらいいんだろうと思って、でも戻ったらでもこれ外してもらったのかってなるし、正解が分かんない、でも外されたらもうこの先ないと思ったら、この先ない方が嫌だなと思って、もう一回だけチャンスくださいっつって、で先輩にもすいませんもう一回だけチャンスくださいって言ったらまた怒られまして、まあでもまあしょうがないんでね、次の日DH スタメン、おダイソーとかじゃないや、スタメン、スタメン、すごい、えこれ3度目の正直が、もうこれでダメだったら僕はもう言おうと思ってたんです、うん、もうダメだと、はい、まあまあそこでね、うん、あの3安打3盗塁を決めてよしと思ったんですけど、先輩たちからしたらお前調子に乗んじゃねえよこれ、そっち行こうだ、そっちになるんですか、そっかそっちか、なんですけど、ただ僕はもうその日から1回もだからベンチから外れることもなく、うん、すごい、ただ、リーグ戦始まってで春のリーグ戦が終わるまで、うん、同級生はほぼほぼ喋ってくれませんでした、なんかそんな中でもなんかすごく優しく声かけてくれた仲間とか先輩とか、仲間はいたんです、あのね同じ愛知県人が2人いたんですよ、お
愛知県人の2人だけが声かけてくれて、えなんで聞いちゃった、なんか俺と喋るなって言われてんのみたいな、うんうん、したらいやそんなことはないんだけど、うん、もう一番の理由はもうとにかく2ヶ月間みんな、まあ、あのしんどい練習な練習でやってきてて、はいはいはい、でなおかつもうその時点で辞めちゃってる子がいたんですよ、耐えられなくて、はい、にもかかわらず入ってきてそれやってない、うん、なのに試合出てる、試合出てるはってそういう感じだったらしいです。分からないことはないけどな、その気持ちはね。でもそこでしっかり結果を出して そこからずっと出続けてるっていうのは、はい、その後でもだから、まあ、時間かかったかもしれないけど変わったんじゃないですか、うん、もうだから僕がやっぱりその、うん、そういうのすごく嫌だったので、うん、その練習が厳しいのはね、うん、強くなる上で、ね、はい、必要だと思ってたんですけど、はい、やっぱその先輩後輩っていう部分でやっぱどっかでちょっとね気持ち的にアジア大学の野球部って一歩多かったんですよ、うん、要はもうプレッシャーで投げられなくなる、すごいな。だ僕の同級生で一人もう本当だったらとんでもないピッチャーになってただろうなっていう、おうおう、一律和歌山商業ってあるじゃないですか、うんうんうん、で夏の甲子園に出て、はい、1回戦で負けたんですよ、うん、1-0 で負けたのに大学あの高校日本代表に選ばれてて、でその当時カープがなんかドラフト1位か2位で指名するって言われてたんですけど、もうアジアに行くっていうので、うん、アジアに来た子がいたんですよ、はい、最初セレクションのかなんかで僕見てないんですけど小谷君っていう子なんですよね、うん、小谷行きますって言って投げたらバックスクリーン超えてったらしいんですよ、遠投でだから 120m 以上投げてるってことで、ね、普通にね、うん、で1年生の春彼が もちろんチームの中心に投げてて、うんうん、いきなり1年生で5勝かなんかして、お1年の春で防御率もね1点何本切ってたんですよ、うんうん、でまあ MVP みたいなの取って、僕初めてバント3球空振りしたんですよ、それも全部上通過してるんですボールが、1回も当たんないんですよ、どうやってやっても、うん、何この速さって伸びっていうの、うん、で彼がだから結局プロに行けなかった理由っていうのは投げられなくなっちゃったんですよ、うわプレッシャーで、もったいないな。じゃあもう野球はもう大学で、そう、あでもやっぱりその素材が良かったので大学の最後4年生とか3年生の時なんてほとんど投げてないんですよ、うん、なんですけど社会人野球が取ってくれてまだ可能性あるから、はいはいはい、まあ、でも結局ダメだったんですけど、はい、本当にいいピッチャーだったんですけどね、だから そのいい選手をやっぱりこのやっぱ上下関係があればあるほどやっぱりこう逸材が伸びないっていうのがあったので、そうやな、うちの大学来てたらよかったのにちょっとちょっと先輩車乗してってそんなんやで、いいですよねいいですよね、これちょっと戻っていいですか、うん、駒澤とアジアがやると、うん、試合前ノックあるじゃないですか、うん、めっちゃ面白いんですよ、え何がイップスだらけでみんな、なるほど、みんな早期おかしいんですよ、うんうん、で新井もその一人です、新井監督も、そうなんだ、そうなんですよ、あいつなんか強そうやけど ね、そんなやられてもあーみたいな感じ、いやいやいや、新井さんもちょっとね出ちゃってたんですよ、スローイング、だからなんかそのプロに行くにはやっぱりサードとかやれないとプロ行けないみたいなこと言われて、うん、サード頑張ってやってたんですけど、うん、新井がサードやってる時は全部アジアはセーフティーバント、バント、したら2回に1回は悪送球投げてくれるんで、みんなバント作戦みたいな、1回目全員サード代わりバントみたいな、そっかな、あの新井さんにもそんな時代があったんですね、それがああいうこうパッショナブルな人にすごいバッターになりましたし、ね、すごい、うん、最後にお聞きしますけれども、うん、もしアジア大学時代に戻りなさい、うん、戻れますとなったとしたら、お戻れます、はい、戻りますか、戻れませんいや即答戻りませんというか1億積まれても5億でも無理ですダメですか、無理5億でも無理です、だからお金の問題じゃないってことですよ、うんうん、そうだね、やっぱりねあの4年間もう一回だから4年をやらなきゃいけないっていうこの4年がきついです、うん、PL 行ってアジア行った入木さんってすごいな、うん、考えたらもうそれで何本ちょっとお話聞けたかなみたいな、ちょっと入木さん頼もうか、ねえ、うん、すごい話聞けると思うで、うん、PL アジアはとんでもないと思います、すごいよな